新小岩駅ご通行中の皆様、大きな声を出して申し訳ありません。私は参院選東京選挙区に立候補いたしました楠沢良治と申します。日本改革党代表であります。私の政策チラシはそんなに分かりにくいものではありません。日本人のために救助を廃止するであるとかですね、平和のために核武装しましょうであるとかですね、長らく共産党さんは救助で平和が守られる平和憲法なんて嘘を70年ばかりつき続けてきましたけれども、あれよく考えると誰の平和を守るための救助かと言いますと、日本を侵略する人民軍の平和を守る憲法9条と、全く主語は日本人ではないのであります。また共産党は同じように平和のために核兵器を持たないなんて嘘もついておりましたけれども、むしろ平和のために核武装すべきであります。ウクライナにロシアが侵略をしましたが、これで分かったこと2つあります。1つ、核兵器を持っていない国は攻められる。1つ、同盟していない国は攻められる。日本の場合は日米同盟というのがあるんで、2つのうち1つは大丈夫なんですけれども、核兵器を持たない国は攻められる。核兵器を持っておりません。日本は人民軍に侵略されないように日本人の平和のために核武装すべきであります。そのために9条が邪魔だというんだったら、9条こそ日本人にとって邪魔なのですから廃止すべきであります。実はですね、憲法の廃止停止は国会議員の3分の2と国民投票をやらなくても停止できます。何事かあった時に閣議決定で当面の間憲法を停止する、こう宣言してしまえばいいのであります。これは違法でも何でもありません。当面の間停止すると言っておいて100年ぐらい停止していればいいのであります。平和のために核武装をしよう、おかしなことでしょうか。核兵器がない国が攻められるのであります。核兵器を持てば攻められないのであります。北朝鮮のようなゴミクズ国家でも攻められないのであります。北朝鮮は経済規模は板橋区ぐらいしかありません。でしたらば、それで2、30発核弾頭を持っているそうですから、板橋区も核弾頭を2、30発持てるはずであります。豊島区も20発ぐらい持てるはずであります。日本人の平和のために核武装をしましょう。日本人の平和のために邪魔な憲法9条を廃止いたしましょう。憲法9条は侵略してくる人民軍兵士の平和と安全を守るためのものであります。日本人のでは全然ありません。共産党や立憲民主党は日本を
侵略しやすい国の側にしておきたいので核武装させたくないのであります。憲法9条を守れと絶叫しているのであります。私はあの人らのことは外観有機主義者と呼んでおります。チベットにもウイグルにもそういう輩がたくさんおりました。いわゆる分かりやすい言葉で言うと売国奴、国を売る売国奴がチベットウイグルにもたくさんおりました。中国共産党がウイグルとチベットを侵略いたしまして、まずその裏切り者売国奴を始末いたしました。自分の国を売るようなやつが一番信用できないからであります。共産党、立憲党の人たちは防衛費などよりも教育費に回せ、医療費に回せ、福祉に回せ、こんなことを言っておりますが、国家あっての生命財産、国家あっての医療であり、国家あっての福祉であることは国をなくしたウイグルやチベットを見れば一目瞭然であります。あの人らに生命の自由や行動の自由はもはやありません。医療や福祉どころの騒ぎではありません。中国共産党の思いつきでウイグルチベットの人たちは殺されております。国家あっての安全、国家あっての福祉、国家あっての医療であります。そこを履き違えて国を守るより前に福祉をよこせなんて言ってる共産党と立憲の人たちは実は頭がおかしいのではありません。ただ単に外国のスパイなだけなのであります。外国から金や人手をもらっているだけなのであります。ですのであの人らが国を売る行動、立憲と共産の行動にはブレがありません。日本を破壊したい、日本を混乱させたいということについては全くブレずに行動していると思われます。共産党は70年間嘘を重ねて嘘をつきまくって9条もあれば平和だなんていうことを人々に信じさせてきましたけれども、9条で平和になるのは侵略してくる中国軍兵士の安全であります。中国軍兵士の平和であります。日本人の平和と安全では決してありません。むしろ有害であります。憲法のために日本人はいるのではありません。日本人のために憲法があるのであります。世界中どこも採用していないような無抵抗憲法、私たちは抵抗せずに黙って殺されます。こんなおかしな憲法9条は即刻なくすべきだと思います。どこが平和なんでしょうか。何が平和なんでしょうか。戦争を呼び込む大逆法そのものであります。頑張ってください。どうもありがとうございます。自分たちの子供や孫の代に中国軍に侵略されないためにも我々おっさんの代で頑張ってこの変な9条という決まりをなくしてしまわなくてはなりません。でないと数十年経った時にあの頃のおっさんたちはなんてだらしがないんだ、なんてバカなんだ、共産党に騙されて9条は平和憲法だなんて大声で言って本当にバカみたい、
だらしない、無能だ、バカだ、愚かだと批判されるに違いありません。ありがとうございます。新小岩駅南口交番前でただいま献血カーが来ております。赤十字さんが血を集めております。皆様何とぞご協力ください。私も調子に乗って十何回献血いたしましたが、健康診断であなたは貧血ですよ、診断された時からやめております。そういえば手足が冷たいなと小さい頃から思っておりました。昨年がんで入院したんですけれども、その時は指先につけるオキシメーターが反応しませんでした。結構な大騒ぎになっておりました。というわけで血はいくらでも必要であります。交番前で赤十字さんが献血をやっておりますので何とぞご協力ください。大型の RH マイナスの方はものすごく貴重であります。献血をよろしくお願いいたします。先ほどの9条の話なんですけれども、9条で日本は武力を持っていないなんてことになってますけども、自衛隊の実力はどのランキングを見ても大体5位か6位、核武装してないことを除けばイギリス軍とどっこいであるという評価になっております。このような堂々とした武力実力を持っている自衛隊がありながら、世界に向けてはいいえ私たちは軍隊なんか持ってませんよと言い続けているわけですから、日本人は嘘つきだなと思われること受け合いであります。恥ずかしくありませんでしょうか。この嘘を嘘でなくするためには自衛隊か救助かどちらかをなくさなければいけないんですけれども、もちろん救助の方をなくすべきであります。自衛隊さんをなくすなどとんでもないことであります。自衛隊をなくした次の日に人民解放軍が喜んで沖縄に上陸することでしょう。憲法のための日本人ではありません。日本人のための憲法なのです。救助を今すぐなくすべきだと靴沢領事は思っております。ありがとうございます。というわけでちょっとでもあれ救助って平和憲法じゃないくね、思われた方は、靴沢で検索なさってください。共産党の大嘘に騙されてたことが分かりますので、あいつらが守りたいのは人民解放軍の兵隊の平和と安全ですので、日本人のではありません。以上よろしくお願いいたします。大きな声でお騒がせいたしました。よろしくお願いいたします。